こんにちは。星の魔法を使うま見習い。真面目なライブチューバー v シンガーの神ちくわりです。日本の職人の技は世界でも評判が高いですよね。葬儀の装飾に使われている聖火祭壇も日本の職人が考え出した技術だって知っておりました。ですか？今ではアジアの国々も聖火祭壇の文化が広まってきています。この日本の技術が。 世界に広がってほしいなと思っておりますですよ私も本当に太田さんに出会ってなかったら聖火祭壇っていうものがあるっていうのを本当に知らなかったと思うんですだから普通にお花屋さんにあるお花ぐらいしかこうわかんなかったと思うんですねだから太田さんとこうやってあえて聖火祭壇を知れたっていうのは本当にね嬉しいことだなって思います 皆さんもぜひセットサをしていきましょう私は日本の技術を応援しておりますですよ日本は美しいジャパニーズビュー曲オープニング終わりましたはい皆さんこんばんは、えー、旅する花屋フロリソシントとタシンペ平ですそして今日は 僕の花屋の仲間の、えー、田中さんにも来てもらってます。田中さん、よろしくお願いします。よろししくお願いします聞こえてるかな、みんなね。もし皆さんあの、音、バランス悪かったり、何な,なりあったら、ぜひ言ってください。久しぶりのライブなんでね、どうだろうね。うん、久しぶりですね、本当に。あ一応ね、今、YouTube、一応、スマホの方で、イヤホンで聞いてるんだけど。 すごいな、それすごいですね。タイムラグあるからね、これね。うん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 。よくそれが発表してる。OK だね。OK よ。よかった。あそっかそっか。あっ、二宮さんだ。二宮さん、こんばんは。ありがとう。来てくれて、昨日もありがとう。はい、それで今回は重大発表があります。お何でしょうかまあ、何でしょうかっていうか、田中さんもなんだけどね。 あそうですよね <laughs>、まあ、実はねもう結構前から <laughs> あバリちゃんも来てくれたあみ桜さんも来てくれたありがとうあ聞こえてるオッケーありがとうも <laughs> 本当みんな優しいね皆さん田中さん久しぶりでしょ <laughs> 本当そうですね久しぶりだよね <laughs> うん <laughs> はいそれでまあ僕とね田中さんでちょっと発表があるんですけども、はい、あちょっと僕の方が <laughs> あのー、話めっちゃ長くなると思うんで田中さんの方からね あのもしよかったら<お>あの発表していただければと思います。はい、よろししくお願いしますわかりました。まあ、僕はですね、えーとまあ、ちょっとインスタグラムの発信とか、ちょっとできてなかったんですけれども、うん、まあそれで、まあ、言えてない部分もいろいろあったんですけれども、うんえー、九州、福岡県を離れまして、えー、今は宮城県、東北の方におります。なので、東北の皆さん、よかったらですね、えー、絡んでいただけると。うん 嬉しいなというふうに思っております。よろしくお願いします。そうなんだよね。うん、そう,そう <laughs> 実は、あ菅原、はい、さん来てくれた。菅原さん、ありがとう。あこんばんは。あ青色ラディさんかな。ありがとう来てくれて。サンキュー。ありがとうございます。外国の方かな違うかな青色だから日本人か。ありがとう来てくれて。あ青色さんは仲間ですよ。あ、仲間 あ、俺が分かってないだけ。おっさんずマムの。はい、ああ、そっかそっか。ああ、はいはいはい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。<laughs> はい、はい。で、まあね、どういう、まあ、言える範囲でいいんだけど、はいはいはい。まあ、なぜ、そういう経緯になったかっていうのって、言えるうんうんうん。まあ、そうですね。まあ、今まで勤めてた会社っていうところに、自分のやりたいことの限界を感じたっていうところが、もう本当に、なる気な要因で。はいはいはい、はい。<laughs> やっぱり 僕たたち世界ででやりいいいななってうに思ってるじゃないですかそうだね、最終的にはね。その時やっぱその証券を世界に広げれる可能性がある会社でやらないと、うん、どうしても手が届かないんじゃないかなっていうところをすごく感じて、うんうん、で、あとは太田さんからのご紹介っていうのもあったってうことで、ね。そうだね たまたまそういうところで僕が思い悩んでるときに太田さんからそっちに行ってみるのはどうかなっていうお話をいただきましてうん、うん、それは一向の価値あるなっていうところで、うんうん、でつないでいただいて入社の運びになったっていう感じで転職、まあ、転職っていうか、まあ、やってることはそこまで変わりはないんですけれども、うん、はい あの勤めてる会社が変わったっていう感じ、ね、う,んうん。うん、まあねやっぱりこうステップアップしていこうと思えばあのどうしても環境変えなきゃなんないことってあるよねうんうんそうですねあどう,どう仙台は <laughs> 宮城は仙台はね思ったより寒くないっていうまあ今年はね<っ>ちょっとよくわかんないですけどそうそうそうでか、ねそのね、この間僕たちあの仙台でオフ会やったんですけど そう,そうなんですよねあの。田中さんがね、仙台に来たっていうのもあって、あの仙台で集まったんですよね。はい、うん。めちゃめちゃ盛り上がったね、あれね。そうですね、楽しかったです。結局、一日だけのつもりが2日間ね、<つ>遊んじゃいました。ね、次の日はね、うん、山形の知り合いの花屋さんとこ見学させてもらいに行って、そうですね、うん、まあこれもやっぱり、ねこう、サンズバームのメンバーがね、チームがあるからっていうのもあるよねうううん、うんできるっていうね。 うん、あこコちゃんも来てくれた。わわさんもありがとう。う <laughs> めっちゃ来てくれてる。ありがとうございます。はい、そういうことなんですよ。実は田中さんがね。うん、初めて福岡出るのは。まあ、住むっていうことになると、福岡県出るのは初めてですね。うん。あ種谷さんも来てくれた。谷さん、ありがとう。来てくれて。谷さん、わわ、この間どうも。<laughs> そう、谷さんとね、菅原さんがね、うん、来てくれて4人で。 はい、顔真っ赤にした写真インスタにあげましたけど <laughs> <laughs> 意外といいねの数も多かった本当ですか,よかったよそうそうそうでもよくよく考えたらねあの4人集まったんですけどみんな僕より年下の人たちばっかりだったんですけどみんな俺よりうめえなと思って意外と立場ねそんなね関係ないですから。ない <laughs> で 楽しいと皆さんご挨拶もありがとうございます。うん、みんなね、あ,あのー、<う>ラジオトークとか、おさずまむとか、みんないろんなところの仲間なんで、はい、皆さんぜひよかったら仲良くしてください。よろしくお願いします。うん、全然あのチャットのところで交流してくれても全然構わないんで、はいそうめっちゃ楽しかったよ。うん、<laughs> めっちゃコメントありがとう。ん <laughs> ははいでまあで、ね、田中さのの発表の方は ままあああそういういことなんですよ、ね、そうなんんでですすよよ、まあの職場が変わって今、東北にいるということでいま,、はい、まあ僕との距離感も近くなったんでまたいろいろやれることも増えるのかなと思ってうん、うん、まあ僕自身もすごい楽しみにしてるんですけどもはいそしていきますか僕の重大発表おそうなんですよ。はい、あのー、引退しますえ <laughs> 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 皆さん、引退します、僕。何を引退されるんでしょうか。あまりもったいぶって話す前なんで、結果、まあ、何を引退するかという話なんですけど、あのーまあ、僕が2017年かな、に発足したポッシブル可能性の会っていうね、花屋やあの葬儀者を助ける会。 困ったことを解消していく会っていう会を結成したんですけどもまあちょっとまあいろいろありまして、あのー、まあ会長を引退するという経緯になりました、うん、はいそれでそうガチなのマちゃんガチなのよはいそしてまあ、えー、新しい 執行部がねあのまたできたんですけども、まあ、実は4か月前にも決まってたことなんですけど、うん、なかなかねちょっと、まあ、新しい、あのー、やり方がね、あのー、決まらずいてやっと発表できる形になりました、うん、で、まあ、その方針が、えー、僕がやりたかったこととは全くあの違う方針に変わりますので、えー、会の会長を引退するとともに、えー、会の方も脱退するということで。 はいこれから先はポッシブル可能性の回と僕との関係は一切なくなるというはいそういう経緯になっておりますなんですよ <laughs> そうですよねいやまあ本当に残念だなっていうまあ何より僕が太田さんと出会った時っていうのは、うん、ポッシブル可能性の回と太田さん太田晋平っていう人物がセットだったのでうん。うんうん ね、多分その皆さんの認識の中でイコールっていう人多いと思うんですけど、うんうん、やっぱそこのが切れちゃうっていうのは残念だなっていうところもありつつ、うん、まあこれからの太田さんの門出がどういう風な形になるのかっていうところがやっぱり気になるってところはすごいあります、うん、す本当にね残念だなとは思ってます。 でまあ、実際僕は、ね、札幌出身で、まあ、36年間37年間ぐらいいたのかなぜと札幌で、うんまあ、花屋だけじゃなくいろんな仕事もやってたんですけども、まあ、それでなぜこっちに出てきたかっていうのはやっぱり会の活動をするために、あのー、こっちに出てきたんですよでもちろん札幌には、まあ、たくさんね、あのー、知り合いもいるし、まあ、葬儀者でよくしてくれてる方々もやっぱりいっぱいいましたし。 あとはまあ一般の、ねあのー、方々ともやっぱり仕事をいただいてたんで、まあ、それをすべて捨てて貝の方に力を注ぎたいと思って、まあ、こっちに渡ってきたんですけども、まあ、実際、貝がなくなると、まあ、僕はじゃあどうしたらいいんだろうっていう感じには正直なるんですよ。そ <laughs> <laughs> そううでですすよよなんね はいそれでまあ、いろいろまあ考えて、まあそのね、どうして、まあ、僕が会を辞めなきゃいけなくなったかっていう経緯皆さん知りたいと思うんですけども、まあ、どうしてもねそれを言ってしまうとあの新しい執行部のことを批判的に言ってしまうあの可能性が出てくるので僕はあんまり人の批判ってしたくないんですよ、正直。なんでまあいろいろな経緯があって実はポシブル可能性の会の会長を僕がやってましたけど 本当に自分がやりたかったことって本当に2割とか3割ぐらいしかできてないんですよね。はいまあ、会の会長とはいえ、あのー、一人で私物化するわけにもいかないんでやっぱり皆さんの意見も聞きながらいろいろとやってきたんですけども、まあ、それもあってやっぱりなかなか、ね、自分が思い描いてたようなことはで、あのー、できなかったんですよねまあ人が増えるとどうしても。まあね意見が、ね、どうしても分かっちゃうからね。うん それみんなやりたいことがあってね。はい、うーん、そうなんだよね。それでまあ、あのーうん、そのね。経緯はまあしょうがない。あの言えないことが多くなるんで。まあ、せめてね。僕がじゃあポッシブル可能性の会、どういう会にしたかったかっていうのをね。ちょっと皆さんに聞いてもらいたいなと思いまして。ま、今回配信しようかなと思いました。<laughs> いいですね。ありがとうございます。はい、それでまあ。 あのもう一回言いますけどポポテシブル可能性の会」っていうのは聖活、まあ、祭壇業務に携わってる花屋さんとか、まあ、葬儀者の方々が困ってることに対して僕たちが協力して助け合うっていうあの共存共栄の会を、えー、やっていこうとして運営していました <laughs>、はい、なので、あのー、決してこう何て言うんですかね、あのー、仕事を取るだとか あの取らないだとかそういうなんか争うだとか、まあ、それが基本的にはやりたくないなっていうねそうですよね、うんうん、あくまでこう地元の花屋さん、まあ、いろんな地域の、ね、花屋さんあったりいろんな地域のやっぱり葬儀者さんあって、まあ、やり方それぞれやっぱり違うと思うんですけども、まあ、困った時はあのー、僕たちがいろんな形で出向いていって、あのー、協力して、まあ、やっていくっていうのが、まあ、基本スタイルで、えー、やってたんですよ。で会も 実際50名以上、あのー、集まっているんですよね。はい、それもまあ、会員を増やせない。ちょっと事情もあって、本当はもっと増やそうと思えば増やせたんですけど。あ、そうですね。その会の方向性を考えたときに。なかなかちょっと、ね、あの闇雲に増やすのはやめようと思いまして。まあ、増やしてなかった部分もあるんですよ。実はね。はい。で。ええ、そうですかね。うん。 そもそもあの僕がなんでねあのポシブル可能性の会というか会を結成しようと思ったかというところからあの話していきたいかなと思うんですけどあ皆さんつまんないかもしれないですけど今回だけはぜひ聞いてくださいいやいや <laughs> 聞きたいですよねやっぱその太田 <laughs> さんのバックグラウンドに何があったのかっていうところはね多分太田さんのファンであれば聞きたいところだと思いますんでそうかな うん、<laughs> でまあ、知らない方もあのいらっしゃると思うんですけども実は僕はあの2回花屋を諦めてるんですよで簡単に僕の、うんね、経歴ねあのー、言っときたいなと思うんですけどもともとフランス料理のレストランにいて <laughs> 上エやってました <laughs> すごいな、はい、料理の説明とかワインの説明してました、はい、うわされてみたいですね <laughs> で えーと花屋で勤めて聖火祭壇の業務に初めて携わったんですよね。うん、でそれからあの、まあ、3年であの結果が出れば続けるし自分に向いてなければ辞めようと思って3年であの納得的結果が出なかったんではい、はい、3年で辞めましてで次不動産の営業へえー、賃貸の営業ですねまた全然畑の違うところにそうですね。 うん、まあ要は花屋で、あのーまあ、給料が正直頭打ちになったんですよ、これ上給料上がんないなっていう感覚があったんで、はい、じゃあなぜ給料上がらないのかって言ったら、ただ僕たちは仕事来たのをこなしてるだけだなと思って、それなら、仕事を取れる、数字を増やする営業の世界に行こうと思って、不動産の世界に実は。そこから営業を学ばれたってことなんですかね。 結構営業も頑張ってやって1年ぐらい勤めたんですけども、まあ、1年間ずっと営業トップやらせていただいて、うん、おすごいなやっぱやっぱすごいですねまあ営業マンも20人ぐらいしか確かいなかったはずなんで <laughs> いやでも1年でその20人のトップに行ったってことはもうそうですねまあだからお金を稼ぐっていうことに関してはあやっぱり営業職っていいなっていうのは実際感じたんですけども。うんうん まあどうしてもそこでも売り上げ頭打ちになった時にあ、はい、あのー、まあ、ちょっとずるいことをやらなきゃいけない部分で出てくるんですよ<ん> <laughs> ずるい部分ね <laughs> まあそれがどうしても僕は気持ちよくなくてあの辞、ー、めたんですよねでまあ,新しあの違う花屋さんからまたお誘い受けまして、はい、次また不動産の後にまた花屋に勤めることで はい、それでまあそこの話では役員をやらせていただいて5年ぐらいかな、うん、確か行ってでまあそこでもまたまあいい環境を作るにはやっぱりこう経営者があの考え方経営者の考え方が変わらない限りは、うん、あの僕がねいくら役員になったところであのいい会社を作れないんだなっていうことに、まあ、打ちのめされて、はいまあ、それでまあ会社辞めることになって。 で、次はあの蕎麦屋で店長やりましたね。<laughs> すごいとこに。いいっすね。お父さんの蕎麦も食べたいですね。<laughs> そうだね、あのね今度作るわ <laughs>。ありがとうございます。なんかね、めちゃめちゃコメント来てますよ。あ、めっちゃ来てね皆さん、コメントね、ごめんね、読めなくてね。あの今日は、はい、すいません。たまに拾いますんで、<laughs> はい、よろしくお願いします。で、まあ、そこでもま、また、あ、契約が2年あったんですけども、 あのまた違うお花屋さんからお誘い受けましてまあまた3度目業界に3度目の正直でそうですねなったんですよで,でも毎回ね辞める時はあのー、本当にもう二度とこの業界には戻ってこないつもりで辞、うん、めてるんですよね、うん、なんでさすがに3度目に戻ってくるとなるとそれなりの覚悟とやっぱり大きい目標が必要だったんですよね はい、これからねそのずっとね花屋業界で働くためにはやっぱりこう目先の目標だけじゃなくてまあ、大きなね一生かけてでもやり遂げたいと思えるような目標っていうものが必要だなって自分の中で思ってたんですよ。で まあそこで僕が思ってたのはその自分の、ね、今までの2回勤めてた花屋さんの時の経験からやっぱり業界の状況があんまり良くないなっていうふうに思ったんですよね。そうですよねでだから業界を変えようっていうのが僕の漠然とした、ね、大きな目標があの3回目の、えー、花屋の時はね、うんあのー、持つようになったんですよね。 ワイン飲みながらそば食べる。おつですね、それも。おつだね、おつ、まあ、だね。初めて。あいそう、ね。あいそうですね。なんか合うのか。わか, <laughs> かんない。<laughs> そう。それでね、あのー、そのなんで僕がそもそも二回ね花屋を辞めたかっていう理由なんですね。業界、<っ>まあ特に花屋さんの、えー、聖火祭壇業界ね葬儀の装飾をする、えー、お花屋さんのお話をさせてもらいたいと思うんですけど。 まあ、労,働 <laughs> 労働環境がねあんまりくないんですよ。今来てる、あのー、バリちゃんいるんですけどバリちゃんもやっぱ、あのー、福祉関係の仕事をされてて話聞いてたらやっぱり労働環境厳しいよなっていうふうにはすごい思ってて、まあ、僕たちの業界だけじゃないんですけども、まあ、言ってみればまあ残業が多かったりうん、うん、休日が少ない。うん <laughs> はい,はい,はい、はい、一番厳しい時で月に1回休めない時もやっぱりありました僕はそれはもう完全にアウトなやつですよねアウトなやつですね、うん、でもそういう時代だったんでま許されてたというかねうん、うん、暗黙されてた感じなんですけどあと有給なんてものは病気にならない限り取れないっていう <laughs> 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 そうですね <laughs> あとはああのまあ、僕がいた花屋さんっていうのはまあ比較的小さい花屋さんが多かったんですけど、うん 昇級のシステムとか、まあ、査定とか社員の査定の仕組みがないんですよね。社長のさじ加減みたいなねあ。そう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 その通り。うん、そうなんですよね。であとまあもっと細かいこと言えば教育システムもできてない、うん、あ気に入ったやつに教えてみたいな気に入らないやつには教えないみたいな本当、うん、極端にうん、うん、そういったような職人の方もいらっしゃったりして。 <laughs> なかなか組織的じゃない部分というのが多かったんですよねはいまあその労働環境の悪さですねあとは対価の低さですねうん、うん、はいこれもまた残業の話になるんですけど、まあ、残業代が出ないとかあと拘束時間が長い、うん、そうですね、うん、で労働力と対価が合わないこれ結構皆さんね花屋さんで働いた人しか分かんないかもしれないですけど結構重労働なんですよね うん、意外とね、うん、意外とい人うねねだから、ねうん、<laughs> そうだからそのあとはまあその先ほども言ったんですけどま昇、あ、給やねその出世するっていうことがあまりこうルートがないというか、うん、まあそういったまあ頭あまりこう整ってない環境の花屋さんが多いんですよね小さいお花屋さん特に、えー、そしてまあね 昇進がねそう名前だけの課長とか名前だけの部長とか、うん <laughs> ね、実質中身はやってんのかって言ったらそうじゃないね、うん、ちょっとできるようになったからじゃあ部長なみたいな感じでそ、うんうん、そううねねですよ、ね、実質やってるわけでもないのにっていうのがあって、うん、まあ、僕も役になった時も結局やってることは一緒なんですよね。はい はい、それプラスアルファの売り上げ伸ばす利益伸ばすためのことを、まあ、自分なりに考えてあの結果を出すっていうことぐらいしかなくて、うん、会社からこういうことで今あの困ってるからこういうことをちょっと追求して改善してってくれっていう指示はないんですよ。どちらかというと現状維持みたいなそういうお花屋さんがやっぱり多かったんで。 うんそうですね、まあ、あと全体業界全体の流れでいうと、まあ、やっぱりこう規模の縮小化ですね、生活祭壇の、うんはいで。実はあの僕が最初に勤めた花屋さん、僕が二十歳の頃なんで、今44なんで、24年前か、24年前からもう縮小化は始まってたんです、実は。うん、そうですねかなり、うん、で徐々に徐々に縮小化が始まって、 えー、家族葬っていうねあの言葉が生まれてあの家族だけで葬儀を行うっていうことがあの最近ねあのメジャーになってきたんですよね。まあそういうこともあって、まあ、業界に対してちょっとまあ先行きがねちょっと不安だなっていうこともあって2回、はい、花屋を辞めてきてるんですよ実はね。はい、でまあ先ほども言ったようにこの業界を変えたい。 っていう目標をまあ持とうとで自分の見返りだけじゃなくてまあ、業界全体を見てあのー、やっぱり大義名分を掲げて何かをやりたいなっていう気持ちになってまあ、3度目の花屋に、えー、戻るっていうね業界に戻るっていうことを選択したんですけども、うんはあ、あめっちゃわかるあふみさんも来たふみさんありがとう来てくれてありがとう。<laughs> 今回、ねあの、皆さんにもちょっと意見聞きたいなと思ってたこ,こともあるんですけどが <laughs> それは何かっていうと皆さん、それぞれいろんな業界で活躍されてる方々仕事されてる方々多いと思うんですけども、まあ、もちろん同じ花屋業界の方の意見も聞きたいんですけども違う業界の方でももし、ね、<laughs> その自分がその仕事に対して、ねまあ、不安だったり不満だったり、まあ、困ったことだったりきっと起きると思うんですよ。 そこでねやっぱりこういう僕は会のようなものがあって少し相談できる場所だったりほ、まあ、他の人の意見を聞ける場所だったり僕はやっぱり必要かなと思ってるんですよ。なんで皆さんがこう自分と照らし合わせた時に、まあ、そういう会がもしこれから必要かなって思ってくれるんであれば、まあ、そのような意見を逆にそんなの必要ないよって自分一人で頑張ればいいじゃん。 思うんだったら、まあ、そういう意見をちょっと入れていただければ助かると思って皆さんのご意見ぜひ聞かせてくださいうます、うんまあ、むしろ他の業界の人のご意見の方が参考になるかもしれないですよねそうだねうん<ー>本当にそうだねほん花屋っていうのはあの中小企業が多くてまあ小企業が基本的には多いですよね、うん うん、そうですね、うん、まあ10人未満のやっぱりお花屋さんっていうのが多いんですけどもあのとても閉鎖的なんですようんそうですねはいで僕も一番最初に勤めた花屋で他の花屋さんとの交流ってほぼ皆無でしたね、はい、ないねないですねどっか配達先で会った時にあの挨拶ぐらいはするけども、うん こう深くね話することっていうのはほとんどないしまあ飯食いに行くこともほとんどなくてだから自分たちが働いてる環境しか分かんなくて他の花屋がね花屋の人がどのぐらい給料もらっててとか残業がどのぐらいあってとかそういうことも本当に全然わからない状態だったんですよ。うんはあ、なんでまあなんかこうもっとみんなが協力して。 あのー、いい方向に向けられることってあるんじゃないのかなと、もっとね、あのー、広い世界で、あのー、情報収集すれば、うん、会社にしても個人にしても、いろいろ改善できるところがあるんじゃないかっていうのはね、すごい思ってて、うんまあ、実際、田中さんともそうだしね、ううんそうですね関係がね、うん、なんか、そこ、コメントで、うん、いただけてるみたい。<っ>助ける なのでお田中さんのおっ,っかけも来てるよ。<laughs> 困ったクリシャンね。ありがとうございます。<え>来てくれて。はじめましてです。おっかけていただ<お>いて。おっかけてきたんでしょ田中さんのすごいね、田中さんね。有名人。<laughs> 有名人。のでお父さん、フォロワー何人いるんですか <laughs> やばいですよ。ごまさん、ごま塩さん、ごま塩さん。あ、どこで聞いたの北国の花よさん、えー。こんばんは。インスタグラム見てくれて。ありがとう、来てくれて。ありがとう。 嬉しいな、今日、うん、今回めちゃくちゃ来てくれてますね。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。はい。それで、どこまで話したっけ <laughs> 会が、なんか必要なのか。まあ、そうだね、<観>会が必要なのか。うんああまあ、そっか、ふみさんもやっぱりあんまり交流がないっていうね。まあ、い,いです、ね。うん、やっぱ、その、同業他社さん。ね。 でまあ、これだけの情報社会になって SNS もあしている状態、まあ SNS でねなかなか自分の会社のことを言うのっていうのはあんまり良くない,言うのは良くないんですけども個々 <laughs> <laughs> ここに仲よくなれば、まあ、連絡先交換したいだとか、まあ、DM で、ね、やり取りしたいだとかっていうことはやっぱりあると思うし、まあ、僕もすごいあるんですけどうんなかなかねやっぱり情報開示っていうところまではいかなくて。 やっぱりこう、みんながもと、もうちょっと自由に交流できれば、いいのかなっていうふうにはね、うん、すごい思いますね。はい。で。でそうっすね。で。ええー、そもそもその、どうして、何をやりたかったかっていうことなんです。でああ<ー>、うそうですよ。そうですよ。会でやりたかったこと。はい。まず第一に。これあの、人材マッチング、人材紹介。ああ。ねー、なるほどね。<ー>はいはいはい。まあ、これ、なんでか。 っていう話なんですけども、あの小さいお花屋さんにもめちゃくちゃ優秀な社員っているんですよ。うん、その会社に教えられている、求められていること以上に。もうどん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 いろんなものを吸収して、あの成長していく人って、やっぱりいるんですよね。ただ、そこの成長に会社が逆についていかないんですよ。 会社の売り上げが上がらない利益が出ない状態で会社が成長しない状態で社員だけ成長していくと社員が物足りなくなっちゃうんですよねもっと成長したいからはいそれであのー、せっかくいい社員なのにまあ待遇が良くなかったりだとか、まあ、報われてないあの職人の方っていうのもやっぱりたくさん見てきてるんですよね、うん なんでまあこれ僕の本当に持論なんですけどやっぱりいい職人だったりいい社員はやっぱりいい企業に入るべきと思うんですよ。ちゃんといい職人はやっぱ自分のことを高く評価してもらえる会社に入るべきでそうじゃないとあの業界全体の賃金って上がんないと思うんですよね。価値のある社員に価値のある給料を出してくれる会社がねえ、あのー、マッチングしてくれれば。 あのでいろいろとその社員の価値に会社も気づいてなかったりするんで、そうなんだよね、うんはいなんか本当にまあこれだけ情報化になって SN S、SNS、うん、ででいろんな人見てたら、この人すげえのになっていう人、本当にたくさんいるのに、もうちょって残念だなっていう人とか、本当にいるんで。ううん、うんそうなんだよ、ね あとはちょっと<で>あのテロップがついててびっくりしました。<laughs> つけたつけた <laughs> できる限りのことはやろうと思ってそう, <laughs> そうなんですよね、うん、なんかそのそ<う>やっぱりいい従業員いい社員、ね、志の高い従業員、うん、職人はやっぱりそれに伴ってそれをねあの認めてくれるようなやっぱり花屋さんに行くべきかなっていうのがね うん、僕がすごい思うことなんですよね。何より、僕も最初ガチガチの職人側だったじゃないですか。うんうん、そうだよ、ね、で、僕が何より導いてもらった張本人でもあるので、今楽しく、ね、<laughs> 働いてて、その待遇とかも今までの,、うん、の日じゃないぐらいもなくなったので、うんうん、そこはやっぱ感謝してるんですよね。だからこそ 今回、田中さんとやりたかったのは、僕が思ってることを、田中さんが、うん、あの体現してるところなんだよね。ああ、そうだね、この件に関して言うと、そうなんですよね。ね完全にね。はい助けてもらった側なので。もうやっぱり、田中さん、すごい志高くて、まあそれは分かんないけど、<の>僕<と>、やりたいことはいろいろあって。うん、僕と出会ってからも、まだまだ成長してるのが、うん、僕が見ても、やっぱ手る、手に取るようにわかる。 ありがたいです、ね、うんぐらいだったんでまあ、もっとね成長できると思ってたんですよでどうしてもそのねその前勤めてた会社ではあのまあそこはそこの方針がやっぱりあるんでねうんうんそれはそうそこを否定してるつもりも全くなくて、うんね、そうそうそう,そう、うん、だけどやっぱりこうもっとね能力があってもっとできる人なんだからやっぱりそういうもっと広い世界に行った方がいいんじゃないかなと思って、うん まあ今回<う>、あのー、宮城の方のの、ね、花屋さんの方をちょっと紹介する形になったんですけど僕はやっぱり、ね、そのいい職人いい従業員はやっぱりそれを最大限に評価してくれる会社に行くべきで,、うんでまあ、もっとちょっと批判的になっちゃうんですけどその小さいお花屋さんもそういう社員をもし抱えたいんであればやっぱりそのちゃんとした評価 してあげれたらいいのかなと思いますうんうんまあ本当に本当にそう、はい、で僕の経験談なんですけどもまあもう何年前かな10年前かな僕結構社長に進言するタイプなんではいはいはい、はいまあ、とある花屋の社長さんがいやなんでうちの会社は優秀な社員入ってこないのかなって言ってたんですよいやめっちゃいます何そうい,う人 <laughs> いるよね 優秀な社員というかなんで社員が入ってこないかなって言ってる人が結構多いそうでまあ優秀な社員ってまあ果たしてどういう社員なのっていうねあのイエスマンでね何でもはいはい言うことを聞くのが優秀な社員なのかそれとも技術力が高いのが優秀な社員なのかそこはまあちょっと分かんないんですけどやっぱりその社長さんの都合に合った社員が<う>まあ来ないっていうことにすごいぼやいてる社長がいたんですけども、うんうん、まあ僕はやっぱりそこで言ったのは 会社が会社に退職金制度もなければその時社会保険もついてなかったんですよ。うん、将来ね働ける会社としてもし人が選ぶとしたらまずそこがなかったら来ないですよねって <laughs> 一生懸命働こうと思う環境じゃないわけじゃないですか,、うん、だかそういうふうに、あのー、やっぱり感じることがあって実際その人はやっぱ分かってなかったんですよね。うん、そう分かってない 言ってみればこう、花屋だから残業当たり前みたいな、ねえ忙しいから残業当たり前みたいな、うんうん、残業代払わなくても、うん、我慢してねみたいな、それが普通みたいになってる状況だったんで、まあ、だいぶ前の話だからね、今はないと思うけどね、ないと信じてない,、ねい今あ。あります、あります。<laughs> あるんですよ、それはね。あいやまあ、そのだからそのサービス残業とかどうのこうのに関しては、うん 今はどうなのかはわかんないですけどなぜ入ってこないかがわかんないっていうところでその労働水準の低さがなんかそれが理由だってことに気付いてるっていう人は本当に少ないこ、うん、れは今も変わってないそうだよねそういう印象はやっぱ受けてますよね、うん、どうですかね皆さんももしそういうなんかね労働環境とかね あまりこうよくなかったなっていう経験があれば、ぜひ入れていただければ助かります、よろししくお願いしますこれはね、でもその業界に限った話ではないので、うん、弊社さんがやっぱりそういう正常に疎い方だったら、うん、そういう状況に陥りがちだし、うん、客観的な意見を求めて、うん、こう他人の意見を聞き入れることができる度量じゃなかったら、うん、もうやっぱりそういう状況にどうしてもなっちゃうので、そうなんだよねこの業界に関してだけの話じゃないですよね、そこは。そううだねうーん すごいそれは思うんだよねなんで、まあ、そうやっていい人材をやっぱり確保するためにはやっぱりそれなりに労働環境も整えのないといい社員も入ってきてくれないのは当然でうん、うん、でもそういうことに、あのー、力を注ぐとやっぱり経費がかかるもんでそうするとやっぱり単価の高い仕事だったり利益率の高い仕事だったり、まあ、そういった仕事をいかに取っていくかっていう施工していくかっていうことが またその会社の課題にはなってくるんですけどもそうやってあの業界って良くなっていくんじゃないのかなっていうのがね僕の考えでそれでやっぱりこう人材マッチング人材紹介いい社員はいい会社に入るべきっていうねあのやっていきたいなと思ってたんですよただあのこれね僕が思ってたのも10年以上前から思ってるんですよこれ うん、それがすごい、10年以上前から思ってるんですよ、だから、あえて会発足時にこの話をしなかったのは、多分僕がこれから少子化だから、あの人が足りなくなるから、社員大事にしていかないとって訴えたところで、あの実感する人、誰もいなかったんですよ、多分。うんうん、それを分かってたんで、あえてだから、その時言わなかったんですよ。うん、で、今、蓋開いてみたら、田中さんも分かってると思うけど、すごいでしょ、人手不足で。 いいやすごいですごでどこうん当一部ねちゃんとしたリクルートやってるとこらへんはあの人材確保できてますけど、うん、本当にみんな人手不足人手不足ってね、うん、あ言ってますよね。うん、本当にそう。だから僕もだから本当に会やったはいいけども、まあ、いつこの話をすればいいのかっていうタイミングもちょっと伺ってたのもあってあのなかなかね あの最初からは言えなかったんですけども、うん、実はこれはすごいやりたいことだったんですよまあ実際マッチングさせてますね自分もそうで田、ね、中さん以外にもあの何人かね、まあ、この中にもいらっしゃいますけどね <laughs> うんうんうんそうなんですよでまあそこでうまくいくかどうかは正直はその本人たちの努力だったり、あのー、相性だったりっていうのもあるんでそこまで保証できるかはちょっとわからないんですけども まあただ情報がないよりはいいでしょうっていうね。うんうんうん。ね。一回嫌だと思った会社にずっといることってやっぱできないと思うんですよ、僕。あしんどいですよね。しんどいよね。っ,ねどれど嫌っていうこの重みなのかはどうも分かんないですけど。うん、そうなんだよね。だそういう気持ちってすごいやっぱり僕も感じてきたんでできればやっぱりこう結果を出してる。 出せる社員はやっぱり気持ちいい環境でねいい待遇というか納得できるあの環境で働くべきじゃないかなと思ってその協力ができればいいかなと思って、はい、やっってていいきたたなと思ってたんですよ、ね、まあだから、まあ、企業側としても、うん、働く側としてもウィンウィンのマッチングができれば社会の,あその業界の貢献にもなるってことですよね、うん、そそそうううなんですよね。 でまあ、人材マッチング、はい、やっていきたいなと思っていました。うん、なるほど、はい、すげえいいですね。そうだね、ねあのーうん、昨日ね、ちょっとね、あのー、ラジオトークで仲良くなった方と、ちょっと昨日の夜、ちょっとだいぶ深く話したんですよ、実は。おそうその人はいろいろ見てもらえる、まあ占いじゃないんですけど、見れる方で、あのちょっと見てもらったんですけど。 まあ、僕はやっぱりね、お人よしみたいですね。太 <laughs> 田 <laughs> さんはお人よしですよ。あの、自分の利益だけじゃないんですよ、僕は。うん,う,んうん。やっぱ、こう、人が喜ぶことに対して、すごい喜びを感じるタイプの人間なんで。うん,うん、うん。あの、きれいごと好きだし、あの、ただのお人よしなんですよ。まあ、言ってみれば、ただのバカなんですよね。だから、実際、そんな。 人と人とマッチングさせてどうのこうのっていうことをこの業界でやる人ってほぼいないと思うんですよだから僕がやんなかったら多分この先もないんじゃないかなと思うんですよねうんまあリクルートの会社がやればいいと思うんですけどもそこまでやっぱり専門知識ないわけじゃないですかうんうんうんだからやっぱりなかなかマッチングってうまくいかなくてそれにあの転職支援とかしてるところってめちゃくちゃ金持ってくんでそうだね 経費がすすごいかかるんですよそうだ、ね、人材紹介でマッチングした時の平均の仲介料っていうのが年収の約3割っていうねえそうだから三百年収300万400万ぐらいの人を紹介したら100万ぐらい持ってかれるってことだよねそうそう,そうポンと行っちゃうんで、うん、もうそもそも畑屋さんそんな出せない,いうそうそうそう出せないんだよ、ね、中小企業でそこまで儲かってないからね そそそうそうそうんそうだから、ね、もちろんそのリクルートの会社も商売としてやってれば、そんなねあのお金を出せない花屋業界に力入れるよりはね、ね、うん、お金がね回ってるような業界の方を先に力入れるに決まってるんですよ。だからば僕たち花屋は、花屋の中でのネットワークをやっぱり大事にして、自分たちでそうやって道をね作っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうにね、あのすごい思ってます。うんうん、はい <laughs> いいですね。これめちゃめちゃ意義のあること、<laughs> 本当にいいですね。そうだね、俺はいいと思うよ、うん、あの、やっと思ってた時代が来たなっていう感じ、こ、うん、れからがスタートかなとは思ってたんだけどね、うんうん、その矢先にちょっとね、僕が会を辞めることになったんで、非常になんかちょっと心残りというかね、あうん、うん、るんですけども、うんうん、はい、次い、ね、次ですか。はい えーと全国大型生活祭壇施工なんですよ。これね、あのー、ちょっと業界寄りの話になっちゃうんで、あの一般の方々、ちょっと面白くないかもしれないんですけども。<laughs> <laughs> それもあの少子化の問題ですね、はい、あと家族層が増えたっていうのがすごい問題で、まあ、言ってみれば、うんあのー、だいぶ、ね、人口減少が始まってますよね、少子化で。 そして、あのーまあ、よく最近は、ね、市町村田舎の市町村とかがね、まあ、いずれ消えゆくんじゃないかっていうね、10万人以下の都市は、ね、いずれ消えゆくんじゃないかっていうように言われるぐらいね、あのー、人口減少ってすごいあの問題になってると思うんですけども、えー、それはやっぱりそれぞれの業界だったり業種だったりでも多分一緒だと思うんですよ。 僕がもともと札幌に住んでたのは札幌200万都,都市なんですよ。うんうん、200万人も、ね、人口がその市にいればやっぱりね専門職ってあるんですよね。言ってみれば花屋さんでもブライダルの専門、ね、葬儀の専門小,小売りの専門、ね、スーパーに納品する専門ができるんですよ。それだけ仕事がありますからね。うんうん、ただやっぱりこう人口が少ない まあ例えば僕が今住んでるところはもう人口5万人以下なんですよ。まあ、そういう都市だと、ね、例えば聖火祭壇の専門ってやったところでそれだけの仕事がないんですよ量がね。確かにねなんでどうしても聖火祭壇もやりながらあの店売りもやりながら配達もやりながらブライダルもやるみたいな、うん、全部トータル的な花屋になってしまうんですよね。 うん,うん、うん、そうですね、うん、だから専門職がやっぱり弱くなっちゃうんですよでまあ5万人ぐらいいればまだ、あのー、いい方なんですけどもこれがまた2万人1万人切ってるとかそういうねあのー、ところではやっぱり職人っていないんですよ、うん、職人がいないどころか花屋がないっていう地域もやっぱあるんですよね、うん、でそこでも やっぱりこう社会貢献した大物の方っていうのはやっぱり地元のの名士っっっていいうはやぱりらしゃるんですよねそうねねそそううですよやっぱりいう方がやっぱりお亡くなりになった時っていうのはやっぱりこう車窓だったり大型の聖火祭壇だったりっていうのがやっぱりこう回装者が何千人とか来る方もやっぱりいらっしゃるんでやっぱり見栄え的にもやっぱりそのぐらいね大きい聖火祭壇を飾らなきゃいけないシーンっていうのがあるんですけども。 実はそういう都市が小さいところにはそういうのが作れる職人すらいないんですうん、うん、もうすでにはいだから僕たちはね逆にねそういう都市に行ってでも大きい仕事大きい生活祭壇を作りたいっていう仲間もいっぱいいるんですよ実はうんうんそうですね、うん、たとえ離れてるところでもたとえ金銭的に割に合わなかったとしても経験としてしたいだとかね見学させてもらいたいだとか まあ、いろんな意味でやっぱりこう携わりたいっていう方がやっぱりいるんですよね。うんうんそうですね、うん。そしたらその困ってる花屋さんね技術力がなくて困ってる花屋さんね人の力が足りなくて困ってる花屋さん葬儀屋さんにと僕たちがマッチングすればもうお互いウィンウィンでしょっていうね。でももちろんそうやってねあの志高い人たちはやっぱ技術力もあるんですよね。 そそうすると、その担当してる葬儀者も嬉しいウィンだし、ね、施工してもらったそのご遺族の方々もウィンだし僕がやりたいその作りたい会っていうのはみんんながウィンウィンウィンの関係にしたいんですよね、うん。だからそのね、うんまあ、ぼったくるって言ったら言い方は悪いですけどぼったくったりもしないし、ね、そのみんなが納得いく、うんうん、形に持っていくようにいつもしてるんですよね。 まあ、田中さんもねそれこそいろんな地域で一緒に仕事したりもしましたけどた、ね、みんな喜んでるでしょうんうんほんとそうですよ。ね講習会もやったしさ、うん、あの福島駅か <laughs> あ<ー>福島県の福島駅の前でねオブジェ作った時もめちゃめちゃ寒かったけどねあの時ね <laughs> 風,風強かったのかな風強かった。っ <laughs> ったですよね,ねやっぱりこう大変だったし あれだったけど、うん、やっぱ自分たちの経験にもなるし。そうですね。その通りすがりの人たちがみんな本当に声かけてくれて、うん、何作ってるんですかとか。うん、すごいですねとか。うん。ああいう経験とやっぱりなかなか。いつもの、ね。なかなかできないです。本当に貴重な経験でした。ね、日常の仕事やってるだけじゃ絶対体験できないことだし。めちゃめちゃ刺激的でしたね。ね、あの辺から田中さん変わったのもあるもんね、やっぱね。<laughs> あ、そうかもしれない。ね。やっぱ、ね。今まで。 オンラインだけの付き合いだったところから初めて会いに行ったっていうところで結構何か変わったかもしれないですね。うん、ね。やっぱ違うよね、うん、やっぱね。うん。ああ全然違うと思うよ。だってその時さ俺も初めて俺があの北海道外の仕事を受けたのって28歳ぐらいだったんだよね。おおそうなんですね20。そうだねそのぐらいだったんだよ。めちゃめちゃビビったからねやっぱね。 めちゃくちゃビビりましたその時はビビったしょあもう全然寝れなかったですよ <laughs> 本当に俺をビビったらだって飛行機乗るのも久しぶりなんだもんだって確かに確かに飛行機めちゃくちゃ久しぶりでしたねでその時はまだそのあんまりこうメールとかもなかったかな俺の時メールはあたけどそんなにこう画像を送るとかそういうのがあんまり頻繁じゃなかった時代だったと思うんで あのー、一応写真は送ったりはしてたんですけどめちゃめちゃ不安だってね自分が作るものが果たして他の地域で通用するのかって分かんないでしょ <laughs> ああそうねあそれはめちゃくちゃ気になってましたね,ねうんねそうだね田中さんもちょっとそういうとこあったもんねありましたありました怖かったですよね、うん、こんなに腕がある人でもビビるんだなと思ってあの時はいやいや怖いっすよ <laughs> 結局、胃の中の革靴なんじゃないのかなとか、実は外に出たら自分の力なんて大したことないっていうね、うんそう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 思っちゃうよね。うん、そう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 、思っちゃいます。ねでも一歩踏み出すことでやっぱり見えてくる世界って全然変わるから、全く全く変わりましたね。全く変わったよね、本当んできたらやっぱ同じ経験をみんなにしてほしいなと思います。 この全国あの大型青果祭壇の施工をやりたいっていうのはそういうことを経験する人をどん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 ん増やしていってもっともっとねあのー、モチベーションを上げて向上心を上げてあのいい業界を作っていけるようなメンバーを集めたいなっていう、ね、そして困っている葬儀屋さん、あのー、花屋さんを助けていければみんながウィンウィンなんじゃないかなっていう。うん うん、う結構だからねそういう大型聖火祭壇やった時もみんな嬉しい状態になってると思っててなんかね本当にね会社じゃできないようなことやってるなっていうのが多分お客さんにも伝わってるんですよねそう,そう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 うかいろんなとこからわらわら人が集まってきて楽しそうにやってるっていうあそう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 これねこの間そのオフ会やった時もみんな言ってたね うん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 あやっっぱ楽しまなきゃダメだってうんだけどねう,うんそう大変なんですけど一生懸命やっぱやってるところもお客さんも見てくれてるんでうん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 おいいねマグロの解体ショー的にデモンストレーションやるとかあー確かにね <laughs> でもねまあ僕が YouTube であの作成動画青果サイズの作成動画を上げてるのはまさにそれと似たようなことで。<laughs> あの結局お客さんは完成したものしか見れないのが基本なんでそうですよ、ね、なかなか、ね、作られてるかねわかんない人多いと思うんですよ。なんで少しでもねあの業界のことを分かっていただきたいなと思って、うん、あの大した面白くない動画なんですけど <laughs> <laughs> あの懲りずに出してるのはい<や>その中でなんかちょっとでも感じ取ってくれればいいなと思って、うん、あの毎回毎回出してるんですよね。はあ実はねうん はいまあ、全国大型青果祭壇施工っていうのはあのみんなにとってウィンウィンの関係を作るための、ね、例えばその困っている花屋さん、葬ぎ屋さんと協力して一つのことをやるという目的でや,っぱや,や,やりたいと思って、まあ、これはね最初からね掲げてたことなんですけども。だし実際やってもいましたもんね。 大きいものも含めてかなり大きくなりましたよね、うん、そうだねでまあ予算がもちろんみんな予算もあると思うんでなかなか予算が出ないあの仕事もあるんですよそういう時はあの僕が一人でやってます <laughs> <laughs> そうねそうですよね去年かな去年も4軒半ぐらいの4軒半たら何メーター8メーターぐらいうんうんそんぐらい8メーターぐらいの幅で高さ2メーターから3メーターぐらいの 高さなんですけど、その祭壇僕一人で作りましたね。ねああ<ー>、<laughs> やばいな。やばいな。だから、そのぐらいの覚悟持ってないとできないのよ、ね、これ。うん,うん。あ、要は、みんなそれぞれ仕事抱えてるわけじゃないですか、日常の仕事をね。だから、やっぱり、来れないことってあるんですよ。で、この会のいいところは強制しないんですよ。来れないって言った人に対して、なんで来れないのよとか、絶対言わないんで。ですね。うん。 まあ、多分三回ぐらい僕すっ飛ばしたんじゃないですか。<laughs> そうだね。田中さんには結構。仕事はね、て来てって言ってるけど。うん、まあ、いろんな事情があって、来れないことが結構あるよね。うん<何>、そうそう、この間もそうだよね。んうん。<laughs> この間もちょっと大きい仕事入ったんですけど。 一応田中さんには声かけたんですけどまあ休みが合わないからみたいな <laughs> うんうんうんそうね行きたかっためちゃめちゃ行きたかったですけどね <laughs> そんなんでいちいちね俺田中さんになんで来ねえのよとは言わないから <laughs>、うん、そう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 断る権利があると思ってるんでうんまあ強制は絶対したくないなで皆さんも思うと思うんですけどやりたいことをやってる時ときとやりたくないことをやってるときのパフォーマンスって全然違うじゃないですか あーもう全然違ううん、うん、やっぱその自主性って大事なんですよ自主性ね自分でやりたいと思うか思わないかってこれ会社の仕事じゃなかなか無理な難しいんですよまあ結構難しい、ね、やりたくない仕事もやっぱやんなきゃね仕事だからと思うじゃないですかむしろやりたくないことばっかりなんじゃないですかああね、うん、会社の仕事っつったらだからそのやりたいと思える人ねやりたいと思えること をやっぱりみんんななにややっってもらいたいたと思うんで、うん、やっぱり不安を抱えたりなんなりしながらやってもらったらいいものができないと僕は思ってるんで、うんうん、だからその実性を本当に尊重したいなと思っててだから逆に言えば断ることもやっぱり必要だし、うんうん、そのためにはやっぱりたくさんの仲間が必要でたくさんの人に声をかけれる環境を作んなきゃいけないなと思って。 やっぱり会員を増やしたいっていう気持ちが強かったんですよね。なるほど。そうなんですよ。あ<の>まあでもまあ実際これは体現できた部分でもあったんでこれ良かったですよね。そうだねよかったねほんとね。何件もね。そうだね。まあ実際そのまあ僕も SNS ね Instagram とか Twitter とかであの上げるんでまあ結局それを見て。 会員になってくれたりとか、まあ、そういう方もいらっしゃるんですよ。あのー、まあ、先日ね、仙台でもあったんですけども、菅原さん。宮城のね。うんうん、1> 今一人でね、独立されて頑張ってる方なんですけども。まあ、菅原さんとはもう八年ぐらい前にフェイスブックでやり取り一回あったんですよね。まあ、僕は忘れてたんですけど。だいぶ前にね。そうそう。で、去年郡山市で、あのー、福島県のね。郡山市で、ちょっと大きい仕事をやった時に。 あの菅原さんが僕が絡んでることを知ったらしくてでそれで独立もしたっていうこともあって連絡くれて仲間になったんですよねいや菅原さんってそんなに最近でしたっけ最近だよねなんかめちゃめちゃ昔からいるような感覚になってましたキャラクターはね めちゃめちゃ面白いです菅原さんで。それこそさっきも出たけど楽しく仕事しなきゃダメだっていうのはやっぱ菅原さんが一番強く思ってたかなと思って。うんうん、そうねーうーんねそういうやっぱり人も大事だしそういう雰囲気を作り出すこともやっぱり大事だし。 いろ、ね、んな個性をやっぱり、あのー、見,たい見てみたいし融合させたいなって思うんだよね。うん、だからそこにやっぱり自主性っていうのがやっぱり絶対必要だよね。あそれはもう間違いない、うん。会社に言われて仲良くしろよって言われてもね、うん、それは人間なものを仲良くしたい人もいればしたくない人もいるわけよ。うんうん、それはやっぱりこう一緒に組みたいと思う人と一緒に組んで。 いいもの作るっていうのってなかなかチャンスってないからねまあでももうそもそもやっぱ任せる側としてもやりたいって言ってる人にやってもらいたいですよねうん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 、うん、これがやっぱり自主性ですよねそうね任せたかもねっていう感じですよねそっちの方がねえはいじゃあ次いきますかいはい次はいはいこれそも,も,もうこれはもう田中さんみたいな感じだよねなんですか成果採算講習会ああなるほど はい、やっぱり僕たちは職人なんでね技術の向上っていうのはもう多分花屋にいる限りずっと必要なもんだと思ってるんですよはいはいはい、うん、そうですねこれ多分他の業界の方もそうですよねうんうんもうそうですようん、うん、100点なんてありえないですからね、うんうん、常にやっぱり追求追求で、ね、新しいものを追っていかなきゃならないのが、まあ、職人なんで、はいね、やっぱりこう少しでも早く ねまあ、要は花や人生っていうのを考えればやっぱりこう有限なわけじゃないですかだかその限られた時間の中でいかにどう効率よくうまくなるかっていうこともやっぱり必要でねあのやっぱり先人のね知恵をあの教えてもらうことってすごい大事だと思うんですよ。でさっきも話の流れであったんですけどもあ,のある程度ね仕事ができるようになるとその先の目標っていうのがなくなるんですよね。 はい、で会社として聖火祭壇講習会やってる会社ってあんまないですよね。ない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 です。だからどっちかというとクローズドなんで教えたくないって思ってるところは、ねうん。ああ確かに教えたくない人多いよね。うん、うんうん、それもねよく言われるんですよ。なんで太田さんそんなにオープンしてる田中さんにも言われたかな、はい、ああ多分言ったと思います。うん、なんでオープンにしてるのって言われたんですけどこんだけ SNS で聖火祭壇の写真とかもみんな載せるようになって。 これクローズドにできるってできないでしょって <laughs> 無理無理無理、うん、無理です、ね、じゃあ逆にこのオープンな世界で認知を取ってあのーうん、ねみんなに知ってもらえれば逆にそれを利用して何かができるでしょっていう考えで、うん、そうそうそれでインスタグラムを結構早めからやってたっていう部分があるんですよね、うん、もう無理だよね隠すのは、ね、無理、まあ、だしなんか なんか最近思うのはそのまあ野球で例えると一郎、うん、さんのプレーって誰でも見ることるじゃないですかじゃあ一郎さんのプレーができるかっつったら誰にもできないわけじゃないですか,か,か,なんかそういうもんなんだろうなっていうふうに最近は思うようになってて、うん、あーそうだねだからまあ極論僕と同じものは誰にも作れないし誰かができることを僕が全く同じようにできるかっつったらそうじゃないっていう。うんうんうん ところはやっぱあるのかなって思っててだから本当隠さなくていいんじゃないって普通に思ってるんですよ。できないよ、ね、だってそれも無理なの分かってるからうん、うん、あの隠しゾーンかなっていう,うですよね逆にもオープンにしてに、うん、同じ業界の人たちに示して逆にいい人材確保した方がいいと思う。 うん、そうですね。そうですね。うん、そっちの方がルナさんも来てくれました。ルナさんありがとう。来てくれてあ,あ,あ、ルナさんマジでお久しぶり。<laughs> そうだね。<laughs> <laughs> ラジオトーク民がね。すごいね。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。皆さん、ちょっとコメント読みますか？ああめっちゃ来てうん。しんどいはしんどいっすね。バリちゃんね。うん。同じ花屋さんが支援に入る方が絶対いいよね。<laughs> そうだね。みおさんね。 うん、私も早く会いに行きます、翼さん。会いたいね、会いたいね、本当ね。うん、<ー>僕らが行ってもいいけど。そうだね、それもありだよね。全然あり。全然あり、ね。えー、っとねー、あくまで会だからこそ気軽に話し合えるから必要だと思う。うん、そうだね。うんうん、上司とか部下とか関係ないからね、本当ね。聞きたいこと聞けるからね。みんなね、あれですよね。 フェアです、うん、そうそうそう本当関係ないあっさんこんばんは来てくれてありがとうございます、うん、そう関係俺と田中さん年いくつ離れてんの7七歳ぐらいうん、うん、7歳ぐらい離れてましたそうだよね田中さん結構気遣ってくれるけどうんあ,<の>ですかあんまり気遣ってないですけども最近はあそう <laughs> 割といつも本音で話してますよ <laughs> いやそうだね本音では話してくれてるよね うん,うん,うん、うん、お互いやっぱりリスペクトはしてるからね。ああそう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 、うん。リスペクトした上で言いたいことは言うしもちろん言い方はあるよ、うんまあ。お前何やってんだみたいな感じの言い方は絶対しないけど。<laughs> <や>ね、だからもうほんと人として最低限っていうところ以外はもうあんまり気使ってないですよ、うん、太田さんには。そういう関係がやっぱり俺はね。あのー、楽しい、ね、いやーいいと思うし。うん 特に今の時代あの若い人にアイディアがいっぱいある。うんね。間違いないそれは。まあそれこそねあのー、今来てくれてたあのこまちゃんとねラジオ特クでまあ出会ったんですけど、まあ、音声配信アプリねそこで出会った人とまあ、メタバースの世界を紹介してもらってメタバースの世界を体験したりだとか、うん、まあ他の配信アプリとかであのー。 ね、配信をしてみたりだとかそういう経験ができるのもやっぱりその若い方々とやっぱり近づけたからかなと思ってるんですよね。うん、でんかな,なぜか音楽イベントがあるんですけど音楽イベントのスタッフになってるんですよ僕。<laughs> えー、そうなんですか小野田さそれだっ、まあらね。こまちゃんとか、まあ、今いるバリちゃんとかふみさんとか、まあ、あとしゅんさんという方がいるんですけど。 贅沢なスタッフですね大田さんを使うとはそう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 いやややいい <laughs> 俺,をつ俺音楽全然かからんからんそういうのもやっぱ楽しかったりして勉強になったりして、まあ、要はイベントをやるってことに関しては一緒でしょうん一緒です。花屋でイベントやる時もやっぱり告知もするしどうやったらみんなに伝わるかとかどうやったらみんなに興味持ってもらうかとか。 でも全部一緒かなと思っててうんうん、うん。そこはもう全部共通ですよね。ね、なんか意外と花屋以外のところから学ぶことっていうのがすごく多くて。多いでしょうね。うん、<laughs> スタッフになってくれてありがとう。ありがとう。こまちゃん誘ってくれてありがとう。あ、マリアだね。マリアありがとう。ありがとう。ありがとう。フィンランドからありがとう。う,うん。ちょっとコメントいきます、ね。お客様がいるとはいえ、<お>えー、確実に、えー、存命するジャンルで。 必ず目に、えー、するジャンルであ,るあればあるほど技術や腕を共有できれば、えー、相対的に作品過去関係者に満足していただけるレベルを維持できるんじゃないかなって思うから、えー、クローズにするのは一種相伝とかじゃないんだからある意味もったいないよねって思ったりしますその通りですルナさんその通りです、ね、作ったものは見てもらってなんぼだと思いますよ僕は、うん、だそれをわざわざ閉鎖的に見てもらわないようにする だって車業界でも例えば例えばですよ例えばトヨタが新しいなんか仕組みを出したら、うんね、それがいいものだったら次ホンダもやるでしょだってやるでしょじゃあばれないためにじゃあ発表しないかっていう話よ、ね、うしょ、うん、<laughs> 出さないのかって話でしょ<う>でも出さなきゃ売れないわけでしょ。 いやそそそそう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 ,そう <laughs> だから隠すっていうのがなん結局な見ただけの表面上のものっていうのはやっぱり小手先でしかないと思ってて本当にねどういうあの思いでどういう技術を使ってどういう表現をしたいかまではっきり分からない限りは同じものって再現できないと思ってるんで、うんうん、本当さっき田中さんが言った通りその人ならではのものだと 本当にね俺は堂々とやっぱり広めた方がいいかなと思うしもっと YouTube にもっとね生火祭壇業界の人が動画を上げてくれるといいなと思ってます本当にねそうですよね、うん、それで少しでもねあの皆さんに生火祭壇がどうやって作られてるかどういう人間が作ってるか、まあ、そういったものをねどんどん分かっていただきたいなっていうふうに思いますけどねそれもあって 最低限度のやっぱりこうスキルっていうものはやっぱり必要だと思うんですよ。うん、でそこまで到達するまではできる限り早い方がいい短い時間で到達した方がいいと思うんですよね。でそこでやっぱり成果祭壇の講習会っていうのがやっぱり必要になってくるのかなと。で皆さんあの多分ありませんかこの上司に教えられたくねえよってありませんか <laughs> あるあるありますよ,よね。 なんでお前俺の教育担当言うてあるでしょあるあるある。それありますよ。人間ですからね。ねそうや、うん、だ好きな人に教えてもらいたいじゃん。そう。うん。本当にああ。それでおっさんずマムを作ったわけよ。うん、結局、うん、おっさんずマムだってね、みんなそれぞれ上手だよ。作るの。でも性格全然それぞれ違うでしょ。うん うん、うん、そうですね。で、その中でやっぱり自分が気が合うなとか、この人に教えてもらいたいなっていうのは、やっぱりそれぞれあると思うんですよね。あると思いますね。あ、やっぱり好きな人に教えてもらった方がいいと思うよね。確かに確かにあばあちゃんわかる。<laughs> あ、そうですよね。あ、聖火祭壇の業界紙を出してみるとか。あなるほどね。あの<ー>まあ聖火祭壇の業界紙はないんですけど、葬儀の業界紙は実はあって。 ありますねまあ僕は23、うん、回くらい出たかなああそうだそうだ太田さん出たって言ってました僕が顔出しをするようになったきっかけはあの業界の雑誌に載ったからです <laughs> 実はこっ,っからなんですねそう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 だからもう雑誌に載っちゃったしいもういいかなと思ってフェイスブックにしても、はい、インスタにしても全部顔出しするようにした今はねアイコン あのー、それこそ駒ちゃんが書いてくれたんでアイコンで、ね、それを使わせてもらってるんですけど <laughs> それまではね顔出しでやってましたねあでも確かに最初はめちゃめちゃ抵抗ありましたねいやーそうでしょうある<の>よねや今だと俺嫌だもんだってあ本当ですか嫌だよもうだってさその頃まだ30代だからいいよ <laughs> もう44でしょ いや,関係 <laughs> いや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 もっと若いの出そうよって思うでしょまあまあまあねもっと若いの出したいよね,ああねそれこそねいつも野郎ばっかりだからさ女性の聖火祭壇差しっていうのが今最近多くなってきてるからうん、うん、まあ翼さんもそうだしねまあそういう方々を出せばあの出てもらえればまだちょっと違う角度でねファンになってくれる方も増えるだろうし。うんうんうん うん、なんで44歳のおっさんが出てんだっていうのは思うけどね。もう僕も38ですけど。まあまあ立派におっさんです。だからおっさんズバムなんですけどね。あ、そう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 。おっさんですもんね、僕ら。おっさんだよね、みんなね。田中さんに教わりたいって。ありがとうございます。あまあ教わってますが、そうだね。あ、そうだ、そうだ、そうだ。 ありがとうございます。そのせいで。あ、浦さん、浦さんも来てくれて、ね、んんは。確かに、我流で突き詰めるより、人から、えー、習った方が早いときありますよね、えー。講習会ありですよね。うん、ありだと思うな、まあ。浦さんは吸収力めちゃめちゃあるからね。うんうんうん。花の,の技術だけじゃなくてね。だけじゃないです、ねあ。いろんな情報に対しての吸収力めちゃくちゃ高いからね、浦さんね。ああ、すごいね。ほんとね。すごいメンバー多いよね、本当で。うんうん。 ね、まあそれもあとやっぱ青果祭壇講習会ねまあその本当に好きな自分が好きな人に教えてもらうっていうね、うん、その方がやっぱお覚えるの早いいと思いますよまあそりゃそうだと思います。うん、嫌いなね先輩とか上司に教えてもらうよりもやっぱりこうお金を払ってでもその好きなねデザインを作ってる、ね、<ん>先生に教えてもらった方が<ん>あが間違いなく。 成長は早いと思いますよね。絶対早いですね。うん。あ、こんばんは。誰だろう。さ、さ、読めないけど、<laughs> ありがとう来てくれて。<laughs> うん。まあ機械で作れるジャンルじゃないから個人個人の唯一無二の作品を秘密の技術も、えー、何でもかんでも共有することまでしなくていいと思うけど。 うん、最低納品レベルを全国的に保つ横のつながりっていうのは、えー、大事だと思う<ー>、えー、いい例が花キューピットだと思ってて<お>、うん、最低納品レベルのフラワーギフトじゃないあ,ああいう線引きのためも含めて共有は必要うんお素晴らしいです、ね、ルナさんですねありがとうございますあのあすその通りだと思いますうんだからね技術力がなくてもいいんだって思ってる あの花屋さんも中にはやっぱりいるんですけどもそれが本当全国的に見たときに明らかに劣ってることってやっぱあるんですよね、まあ、いろんな事情があるんでできないのも分かるなくもないんですけどただ、まあ、営業努力でなんとかカバーできる部分もやっぱりあると思うんでうん、うん、やっぱりこう皆さんがねその葬儀の、ね、正解されたのを見たときに、あのー、いろいろ感じてもらえれば。 そういうお花屋さんもねあの努力されて成長していけるのかなとも思いますね。うん、あ野崎さんか。野崎さんどうもありがとう来てくれて。野崎さんこ <laughs>、はい。野崎さんも仲間ですね。隠れの隠れた仲間ですね。うん、影の仲間ですね。ありがとうございます。たまにすげえアイデアぶち込んでくるんですよね。そう野崎さん、すごいね。野崎さんね、天才ですね。うん、ああ天才ですね。<laughs> うん。 また田中さんとは全然違う捉え方というかねああうんそうですねうんジャ,ンジャンルが違うっていうのかなうんジャンルが違うと思います多分ねうんはいじゃあ次ま同じことできないはいポシブ可能性の回でやりたかったことについて今話してますはい、はい、次なんですけど個人が主役でいいっていうねああなるほど <laughs>、まあ、漠然としてるんですけどもうんうん まあさっきも言ってた通りあのー、本当、職人同じ花を使っても同じものってできないんですよ。うんうん、多少なりともやっぱりあのー、個人個人で差は出るものだと思ってるんで,そで、ね、僕はやっぱりこう個人が主役になるべきだと思ってます。はいうか、<で>あれですよね、うん、同じ会社の中ですら誰が作ったかで、うん、あのクオリティがばらつくので。うん だからもう業界の中で統一化するっていうのは本当に無理なんでうーんその中でもじゃあどこにブランド力が出てくるかっつったらやっぱその個人であるべきなんじゃないっていう話ですよね。うんうんうん、そうなんでですよね、うん、でどうしてもあの花屋業界まあ他の業界もそうなのかもしれないですけどあの従業員にスポットライトが当たらないんですよ。当たってない当たってない。ないうんね <laughs> そう うん、でもあのー、特に花屋みたいな職人の世界っていうのは作った人が大事だと思うんですよそこで価値って変わるじゃないですか、まあ、そうね刀とかもねあだから言ってみれば <laughs> 僕,<も>まあ僕はもう今聖火祭壇の方がほとんど専門でやってるような状態なんですけども、まあ、僕が作ったものと狩屋崎さんが作ったもの同じわけないじゃないですか価値が。それは同じよ <laughs> <laughs> ねだから誰が作ったかってすごい大事なんですよねだどっかの誰かじゃダメなんですよどこの誰が作ったかがすごい大事でやっぱりそれをやっぱりちょっと意識してやっていかないと僕た,ちのこうい僕たちの価値が上がっていかないなっていうね、うんうん、だから言ってみればね大物の方が、ね、お亡くなりになった時にねあそこのあの子に作ってもらいたいっていう。 ねそこまで言われるぐらいやっぱりいいものを作っていかなきゃならないしそういうふうに努力していかなきゃならないのかなってすごい思うんだよね。すげわかるなそれはもうめちゃめちちゃゃわかります、うん、それがまあ何度も言うようにその小さいお花屋さんで一つ一軒だけの花屋さんじゃ絶対できないんですよ。うん、無理,無理、ね、どれだけいい人材でも一人の力なんて限られてるんで。うんうん ああ僕が一番よくわかってます僕は本当に成果祭壇あの皆さんにも、ね、言う時あるんですけど僕別に成果祭壇の技術が業界の中でトップクラスなわけじゃないんですよ。もっと上手い人はもっといっぱいいるんですよ埋もれて。なんで僕も、ね、自分一人でやろうなんて思ってないんですよ。その代わり、ね、僕が技術でトップいけない代わりにその才能のある人間たちをどん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 引き上げたいんですよ。 もっと目立ってほしいし、もっとこう、なんていうんですかね、あの、協力したいんですよね。それで業界全体の価値を上げていきたいんですよ。まあそれな、それも、まあ、田中さんがモデルなんですけどね。うん、うん、<laughs> 申し訳ないですね。<laughs> <laughs> そうそうそう。いや、本当にね、助けてもらったんですよ、そういうところにね。何より僕が。まあうん まあ裏話をすればですけども、まあ僕が田中さんに YouTube やればって言ったんだよね。うん、そうそうそう、そうなんですよ。うん、うん、その理由なんですけども、まああのー、本当に田中さんが作った作品っていうのは本当に感動するんですよ。ただ綺麗なだけじゃなくて、本当にテーマ性が本当に素人の人が見てもわかるぐらい伝わってくるんですよ。 でそんなやっぱり丁寧な繊細な仕事っていうのはやっぱり心もなきゃ絶対作れないと思ってて、ね、やっぱり疲れてるときとかモチベーション下がってるときとかっていうのはやっぱりちょっと作業が荒くなる方もやっぱりいらっしゃるんですよねだからやっぱり田中さんはやっぱりそこに対してもすごい自分に厳しくて、うん、やっぱり安定していいものを提供してる人だなと思ったんですよでさらにあの先ほどの題でもあった聖火災の講習会に対してもすごい興味あって田中さんは。 講師の仕事もやりたいっていう話だったんでうんやりたかったですね、うん、で田中さんに YouTube をやってもらう時に言ったのが田中さんの考え方教え方その今まで習ってきた技術ってものは素晴らしいからね、うん、今 YouTube で出してあの今すぐ反応はないかもしれないってだけどこれから若い世代の人たちがね YouTube を見て勉強する時にあの必ず 田中さんの動画を見て成長していく若者が増えていくからっていう話をして口説、まあ、いたんですけどもまた田中さんが素直にやるんだよねいや <laughs> ねやんないわけにはいかないじゃないですか <laughs> <laughs>、まあ、やんない選択肢もあるんだけどね <laughs>、うん、いやまあまあねでもやっちゃったんで、うん、やりますよねでそれをやっぱりやっていく上でまあ とりあえず田中さんはやりきったんだけどある一定のところまでね,ねちゃんと動画を作ったんですけども今になってたよね本当にあのー、結果として良かったなって実感するのはねうん、うん、本当にそうですねあれ何年前だっけ3年4年ぐらい前か3年二、まあ、年ぐらいか2年ぐらい前かうんでこの間ねその仙台で集まった仲間の一人あのー、種チさんね、うん まあ谷さんもその,あの立場としては結構上の方の方で下の人間にこういろいろ教えたりもする方なんですけどもその下の人間に田中さんのデザインをこうあ田中さんの YouTube 見せててうんうんね恥ずかしいですよね, <laughs> ね,ねそれこそ浦さんもそうだよね浦さんも言ってたよね浦さんもその若い衆にあの田中さんの動画見ろって言ってるっていう <laughs> ありがたいあ本当にありがたいうんいやそうなんだよだから本当に思った通り に進んでてね本当に良かったなと思うんですけどまあそれも全部やっぱりその個人なんですよねだから個人がやっぱり主役でいいと思うんですよそれでまたさらに副産物でまあ田中さん今で違う花屋さんに今勤めてるんですけども多分その中の評価にあの YouTube も入ってると思うんですよね。 うん、間違いいなく入ってると思います、うん、あれがあるかないかで、やっぱりこう評価されるかされないかっていうのは、やっぱり全然変わってくるもんだと思うんで、うんうんね、もう本当にあのー、よくやってくれたなと思います。うん,田さんはかやってほしいです、皆さんにも。うんね、うん、まあ SNS でクリエイティブに発信して、うん、まあその業界の中でどっかこか移動するってなったら、うん、やっぱその人材のクリアさがそこでもう担保されるんでこ、うん、の人なら大丈夫だろうなっていうところがねもう確約が取れるようなものでもあるのでだからこそ評価しやすいっていう、うん、そうだね、うん、なんでもちろん会社のためにね<え>あの言われた仕事を こなすっていうのも、もちろん大事なことなんですけども、やっぱり職人として、一人間として、一クリエイターとして。やっぱり自分が何をやってる人間なのか、ね。誰が作った作品なのかっていうのを。やっぱりこう表に出していくっていうことは。やっぱりすごい大事なことなんじゃないかなと思いますね。うん、それはお客さんとしても、そうなんじゃないですか、やっぱり。うん、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 そうだね。 うん、有名な人がいればその人に作ってほしいってやっぱ思うようにみんな可わいと思うんですよね。うん、やっぱりね、うんあの、たまに声かけられるんですよ、あの僕住んでるとこ、田舎なんですけど <laughs> あの、葬儀の会場とか行くと、あ YouTube やってる方ですよねとか、うん、すごいですよね、それね、本当に。ね、前も言ったけど、まあ、サインをね、<laughs> サイン書いてくれって言われたりとか、もうするんですよ。 あのね、そ,こそうやって言ってくれてる方々が僕が作った作品に対して文句って言わないんですよねうん、うん、やっぱり誰が作ってるか分かってるし、ね、その前に予備知識があるわけじゃないですかあこの人こうやって祭壇一生懸命作ってる人だっていうね僕がその聖火祭壇の動画を上げてる理由の一つにやっぱり自分自身緊張感を持たなきゃならないのもあるんですよ。 うん、うん、確かにね,ね。やっぱりルーティンでやってると慣れてきちゃってちょっとした油断とか気の緩みって絶対出るもんだと思うんで<ー>動画撮ってるっていう撮られてるこれみ人に見てもらうってことを考えたらそれめちゃめちゃわかるっすね。ね緊張感それめちゃめちゃわかるっすね,あね。やっぱ大事なんだろうなと思いね。う,うんカメラを置いてたらこや <laughs> <laughs> ありがとうございますあやって小西さんからねあの写真を送られてきましたけど見てますよっ顔赤くなっちゃいましたもんね。<laughs> だからほ本当ねあので僕たちはあの今ね集まってるメンバーって本当にあに僕も驚くぐらいみんな優秀なあの方ばっかりなんですけど全然ねあの初心者の方でもいいですからね声かけてくれて。 それはね、この間ターで集まった時もちょっとあの言われたんですけど何ていうんですか,なんか有名人みたいな僕とか田中さんがその業界の有名人みたいな感じであ<ー>、あのー、見てくれてる方もいるんですけどう、まあ、嬉しい反面あのそんなんじゃないよって、ね、僕たちは思ってるって全然気軽に声かけてくれていいし。 祭壇が上手いからとか下手だからとかそういうもので僕はとか田中さんは人を評価しないんであ本当にそう、うんね、声をかけてくれるっていう行動を起こす人ってやっぱりこうやる気のある人だったり何か持ってる人だと思ってるんですよ積極的な人だとか,だかそういう方でも全然構わないんでまあ興味持ってくれる人がいればね本当にいつでも声かけてほしいなってい,あのいつでも思ってます僕たちは。 ルナさんが、えー、さっき例えでイチローが出たから野球で例えると野球の中にもピッチャーやキャッチャーという専門がいるわけだからフラワーショップ業界の中にも聖火祭壇という、えー、専門分野がないのも、えー、また不思議だなって思いました、えー、だって絶対死ぬんだし、えー、どんなに小さくても葬儀するんだもん、うん、絶対に飲まれるんであれば、えー、ゴールデンクラブ賞か。 とかもえ必要なくね。ってことになるからさ。専門技術は評価されるべきうーん。その通りだね。はいで、そのまあ個人が主役でいいっていう。話の中にやっぱりね。あの全国聖火祭壇全国大会をやりたい。うん。うんうん。そうね。うん、先ほどからも言ってる通り、ある程度仕事を覚えてしまえば、その先の目標がない方々っていうのが多いんですよね。 でまあ20代、30代はあのー、それでいいのかもしれないんですけど、もう一生懸命やってればいいだけなのかもしれないですけど、やっぱり40代、50代になると、うん、まあそれ以上にこう質の高い仕事ができないと、体力的なパフォーマンスで間違いなく落ちますからね。落ちますね。うん、うん、そしたら、やっぱりあのー、会社側は大事にしてくれないというか、<laughs> そうですよね、うん、仕事のない,い方がいいってなっちゃうじゃないですか。うんうん でその上でやっぱりね技術を磨く、評価されるっていうあの公平の場があればいいのかなと思ってて、これがやっぱりこう全国大会やることで、個人が主役になれるんじゃないかなっていうふうにね、思ってます。確かに。高いモチベーションであのー、毎日の仕事をね取り組めるんじゃないかなと思ってて。うんうんうん うん、最初はねスモールでいいと思うんですよ、小さく始めていいと思うんですよ、例えば SNS 上だけで大会やって、優勝したらなんか景品みたいな感じでもいいと思うんですよ、ただ、その先ほども言ったように、隠してないで、自分が作ったものをみんなに評価してもらうってことって、すごい大事だと思うんですよ、ね、うん、うん、なんで、それも含めて全国大会、やったやりたいなと思ってて。 でそうすることで多分面白くなってきたらメディアが取り上げてくれると思うんですよ。うーん。でそうなってくるとまた聖火祭壇に対してのあの認知っていうのは広がっていくと思うんでまあ、再評価されていくのかなと思ってます。ああなるほど。はい、うんうんまあそうですよね。あ利用・美容も全国大会あるね。ねみおさんね。パティシエとかもね、そ,そうそうパティシエとかもあるよね。ああ、そっかそっかそっか。そっか目標がないとね 努力ってしないいと思いますよ、うん、あとは、あれですよねこう、自分の持ってるこう、うん、スキルの水準が分かんないから、そこを試せる場っていいですよね。自分の持ってるものをぶつけてみたいっていう思いはやっぱあったので、そういうとこってあったらね、そこに向けてこうどう作っていこうかみたいなところで、モチベーション上がると思いますよね。うん ねやっぱ作り手にとってモチベーションって大事なんですよ。仕事でモチベーションはそんなに必要ないんですけど作り手にはモチベーションは大事なんですよ。<laughs> うん、仕事はちゃんとこなしていいんですけど成長するためにはモチベーションは絶対必要だと思うんですよね。うんうん、ね今日筋トレ頑張るか頑張らないかどうしようやるかやらないかはモチベーションだと思うんで。 ねまあまあも言ったらもう練習ですからね <laughs> そう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 ,そうの何のためにやるかが大事じゃない何のためにやるかがなければ努力はしないと思うんで、うんはあね、皆さん多分今日太田さんなんかずいぶん熱いなと思ってると思うんですけど <laughs> あの僕もともと熱い人間なんで <laughs> ああそうね太田さん熱いですよねそう田中さんは分かってると思うんですけど実は僕やっぱ「ポッシブル可能性の会っていう会をやったことに、えー、あのやっぱりこう なんていうんですかねこうあまりこう自分の熱量を外に出さないようにした方が仲間が集まってくるっていうね思っててあの本当にごくわずか一部の人にしかこの熱量っていうのは言ってなかったんですよ。うん、なんであれだったんですけどもう今ねあの冒頭にも言った通り、えー、ポシブル可能性の会の会長引退するのと同時に会の方も脱退したので。 まあ自由に発言ができるなって思って、自分の思いを <laughs> あのぶつけてます。<laughs> <laughs> ていうか、なんかその太田さんと出会った当初はもう、あれですよ、その僕がこの業界に関してこう掲げてる理想を、うん、そのまま言葉にしたことが、うん、まあ太田さんも同じように理想として掲げてあって。うん すげえって思いいまましたねここまでシシンパシー感じる人いなかったなああ確かにね。思いましたよね。あと俺と田中さんって実際会ったの4、5回っ 4, ?4 回 ?4 回、5回,回ですよ。うん、<laughs> ね <laughs> それなのに、こうね、年も離れてるのに、やっぱりこうやって向上し合えるのは、やっぱりそういうやっぱ目標っていうかね、思ってることが一緒だからっていうね。うんうん ああね、ベクトルかなり近いところ向いてますもんね、いつもね。近い。うん。そうですね。なんで、やっぱりどっかの誰かじゃなくて、どこの誰か、あやっぱなんなきゃいけないんですよね。うんうん、自分が作ったと堂々とあの示していけるような、示さなきゃいけないような、やっぱ業界にしていかなきゃならないのかな。で、やっぱり全国大会、えーね、できる限りやって、あのー、いろんなね、本当に埋もれている指しをこを、もっとみんなに見てもらいたい。 うん、そうね、やっぱたぶんまだまだたくさんいますよね。うん、いや、いるよね。うん。あん。なんで、本当にね、やりたかったですね、本当にね、回答してね。うん、はい。で、まあ、最後の項目かな、これ。はい。はい、はい。日本発祥の聖火祭壇を世界へっていうね。ああ、これはもう僕が一番やりたいこと、<laughs> 今。<laughs> はい。あのー、今ね、 日本ではもうやっぱ家族葬が流行ってきていて、はい、まあ正直あの単価が下がってますね。なんであの生活祭壇業界もちょっと苦しいあの時代がこれからも続くと思います、はい、2025年は超高齢化社会の始まりですけども団塊、ね、世代の方がみんな75歳以上になるっていうねうん、うん、葬儀の仕事自体はものすごく増えるんですけども、まあ、その分、えー、単価は下がるっていうね はい、そういうことがもう予想されてますなのですごいね労働力は、えー、かかるのに利益が出ないっていう環境がね、えー、生まれてしまうんですよねなんでやっぱり日本で今生果祭壇で稼ぐっていうのが正直ちょっと難しくはなってくると思うんですようんうんそうですね,ね単価が低い仕事ってやっぱりちょっとあの上限が決まっちゃうんで難しくなってきますよねなんでやっぱここはもう 新しいところに目を向けなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思ってて人が増えてるところにねそうねそうですよねまだこの技術がない国でこの技術をうまく使えればうん、うん、まだまだビジネスチャンスはあるんじゃないかっていうふうにね思ってるんですようん、うん、これ多分一番田中さんと共感する部分だよねいや僕なんほ本当一番やりたいね <laughs> <laughs> その転職の軸がもう多分ほぼここなんで僕も。うん。うん。そうだね。まあ<え>もちろんその給与水準は今までここよりは上がったんですけど、うん、だからこそちょっと休みを取って海外に市場調査に行きたいなって思うこともできるようになったし、うんうん、やっぱここなんですよね。ね。 今思ってもその達成できるかできないか微妙だなって思うぐらい大きな目標を持って、うん、これを達成できた時は本当にねあのー、どうなるんだろうなって思うけど <laughs> 受け入れられるかがねやっぱ分かんないですからねそうだねでまあ皆さん知らない方もいるかもしれないんですけど今アジアではね結構聖火祭壇の技術って広まってるんですよ実は。ううん、うん でまあ、韓国、えー、台湾、中国、ベトナムあたりでは結構盛んに聖火祭壇というのが、まあ、同じ葬儀の形式として、ね、使われていることが多いんですけども増えてきてるんですけどもでその中でまたさらに、あのー、中国あたり、まあ、韓国もそうですけども、まあ、技術ががすすすごい上がってきてきるんんででよよねねそうな、ねうん、23年前はやっぱり日本人の方がうまいよねっていう感じだったんですけど。 もう今となってはもう中国あたりも,もう日本の聖火祭団よりちょっと上手いんじゃないのみたいな思うぐらいレベルアップしてきてる大きいですよねそうなんだよねなんでやっぱりこう、まあ、さっきの全国大会の話にもつながるんですけど、うん、日本発祥の文化なんでこれは聖火祭壇って。 ね、皆さん知らない方もいるんですけど仏教はねインドですけども発祥は、うん、なんですけどその葬儀仏教の葬儀やる時に聖火祭壇を飾るっていうのをやり始めたのは日本なんですよ、うんはあ、だから僕ら聖火祭壇の全国大会を日本でやんなきゃダメだと思うんですよねやっぱり。でそれを、ね、今伸びてきてる韓国や中国とか,かんあのベトナム台湾あたりの指し手の人たちと 一緒に今度アジア大会とか広げていきたいんですよ、そこまで展望があるんですよね、うん、実はね、うん。そのために今のうちから国内の全国大会をやっておかないとね、これ他の国でやられちゃったらもう日本発祥なのに立場なくなりますよ、うん、本当に <laughs> いや。本当そうですよ本当に、うん、ねえ、うん でそれが波及して、ね、ヨーロッパだとかアメリカとかでね、イベント装飾としてこの聖火祭壇の技術がもし生かされて、利用されることになれば、世界大会できるわけじゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> そこまでやんないと面白くないかなってね、僕は思ってますね。うん、いいですね。いいですね。やっぱ世界なんですよ。おまたちょっとコメントの方、言いました。はい、太田さん、田中さん、こんばんは、こんばんは。 えー、<う>太田さんとは一度お会いしたことがあります。えー、ただの、えー、聖火祭壇好きのものです。えー、いつもお二人の YouTube で勉強させていただいております。聖火祭壇講習会ですね。<え>ミスターさんですね。ミスターさん、もしかしてあの方かな<う>多分あの方かなお田 <laughs> さんだけかな <laughs> 僕と会ったことがあるんだね、多分ね。うん、あ,るあの方か声、声かけてくれたかな手を選 ですかかねなはたんんくさん来らまあそうですね最終目標っていうのはやっぱこの日本発祥の成果祭壇という技術を世界に広める、ね、で活躍の場を増やして改めて日本でも成果祭壇という技術再認識してもらえるのが、うんまあ、業界にとっていいことなんじゃないかなというふうにね思って。 えー、会の方はやってましたはい、本当にそこですで、ねねあの。冒頭に言った通りなんですけども途中から、ね、入ってきてくれた方もいらっしゃると思うんで改めて言わせていただきますが、えー、11月の1日をもちまして、えー、僕ポッシブル可能性の会の会長を引退させていただきました。はい でまあ、次の執行部の、えー、考え方というかね方針が僕のやりたかったこととは全く逆のところにあるのでまあ賛同僕はできませんのであの会自体を脱会させていただきましたそれもあって、まあ、今回 YouTube でライブ配信させてもらってるんですけども、まあ、僕ももう44歳ですはいこのね札幌という地元にね37年間住んできて それのお客様を捨ててまでやろうと思ってたことが今なくなりましたはいなんで僕も正直この後人生どうなるか分かりません正直ねなのであの皆さん本当にこの僕が作ろうとしてたねみんながウィンウィンの状況になる困っている人たちを助けるための会こういう会がこれから必要かどうか あのぜひ皆さんご意見聞かせていただければ助かりますそうですねうん、うん、もしこれが必要ないっていう方が多いんであればもう僕は会をやらないと思いますただやっぱりこういう会って必要だとね思ってくれる方が多いんであればもうちょっと考えて新しい会を作るかちょっと検討したいかなと思ってますでもちろんあの業界外の方でもいいですはい あのー、私はこう思うっていうねご意見ぜひ聞かせてくださいああなたさんあなたお疲れ様ですなんか忙しそうですねあなたお疲れさん。です <laughs> ありがとうございます<は>来てくれてそうなんですはい実は辞めましたそうなんですよね僕はでも間違ってるとは思ってないんで今でもうん、あのー、商売は商売であの金を稼ぐことに関して僕は否定はしないですよううん、うんそれは やりたいんだったら会社でやってくれればいいと思います。僕がや,やりたいと思った会は会社じゃできないことをやるべきだと思ってるんですよ。会社でできることは会社でやってくれればいいんですよね。<laughs> <直>本当その通りですね。人材紹介なんて会社じゃできないんですよ。だって自分のとこにいい人材欲しいじゃないですか。わざわざね他の花屋に人材紹介しないですよね。<laughs> これは会じゃなきゃできないんですよ。ね。確かに確かに。本当そうですよね。うん うん、<laughs> NPO 法人の立ち上げだって言ってるけどなさかいさびやしぎり <laughs> 絶対必要だと思うバリちゃんありがとうありがとうございますああ南さんも個人的には必要この間の X の投稿は今回の状態だったんですそう,そう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 なんですよそうなんですよねうん。うそうさんそう <laughs> そういうこと言ったら。そうそさんらしいけどね。ありうとうそ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 う と藤さんとも久しぶりだな、本当な。はい。まあ、一応、一連の流れ、まあそういう流れでした。本当、皆さん、今日は長い時間、うん、本当にありがとうございます。もし、ばっちり1時間半。一時間半ぐらい。ま,すね、まあ、今日めっちゃ喋ったな、俺。普段、ね、なかなか、ね、ない感じだったかもしれないですよね、本当に。そうっすね、だからもう、あのー、まあ、守るものがないんで、僕には。 うんまあ、ポッシブル可能性の会という会の会長をやってたからやっぱりちょっと上品に今まで見せてました正直でもこのぐらい情熱持って熱い気持ちがないとあんなことはできないですから正直それは間違いない、うん、あのいつもヘラヘラしてますけど僕実際に会ったらねヘラヘラしてますけどその熱量だと思うんですよ人を動かす力って。 ああ僕はもう金もなければ権力もない本当に花屋業界の中でももう雑草人間だと思ってるんですよ。だからそれは田中さんもやっぱ近いものあって本当にもう親が経営者なわけでもなければ親が花屋なわけじゃないし引き継いだわけでもないでしょう。 花屋を継ぐっていう方もいらっしゃいますがその人たちとは違うんですよ僕たちは、うん、だから何もないゼロの状態から始めたような、ねあのー、雑草のような人間たちでも何かやっぱり業界変えれるだとか何かでかいことをやれるっていうことをやっぱ証明したいんですよね僕は、うんうん、ただ僕一人の力じゃどうしてもできないんですようん一、うん、人だとうん僕もできないですなんで本当にどんな角度でもいいし ちょっとだけでもいいんで協力してもらいたいし、うん、あ助けてもらいたいし一緒に何かをしたい、うん、そうなんですよねなんで、まあ、この動画をね後から見てくれる方もやっぱりいらっしゃると思うんで後からでもあの全然コメント、あのーうん、できれば入れてくださいそうですねはいこれは本当に、あのー、僕がもしこのあと新しい回を作らなければ 多分二度と生まれないと思ってます。正直に、まあ,あの、そうでしょうね。はい。先ほども言ったように、うん、僕一人の力じゃ、どうしてもできないことです。なんで、本当に、もし協力してくれる人、もう名前だけでもいい、本当に。ね、実際には動けないけど、コミュニケーションを取ってくれるだけでもいい。うん。少しでも協力してくれるとか、うん、やった方がいいとか。ね、逆にね、あの批判的な意見でも全然いいです。 そ,そういうのも全て受け入れた上で、あのー、僕もこれからの進退を考えていこうと思ってますもし会をやらなかったら僕はもう就職した方がいいよねと思ってますよ普通に <laughs> <laughs> いやてかまあまあ今もまあね人面、ね、の,のみではあるのでそういうねあの何かをよくするとかっていうことを考えずに、うん サラリーマンとして、うん、淡々と淡々と仕事をするだけ、うん、淡々と給料をもらうために働くだけっていうスタイルでもいいと思うんですよまあ僕のことを評価してもらえる会社があればまた話は別ですけどそうなんですよね結構コメントがそうだねええー、青果祭の後継者を育てる、えー、意味でも、えー、縛られない組織は必要だと考えます、うん、ありがとうそう,そうだよねああまちゃんも必要だと思う えー、今回お仕事しないんですかうーんとねまあわからないですね僕今のところははい正直ね、えー、何でもそうですけど情熱が心を浮かすのは間違いないと思いますいやだと思いますあなたさん本当に思いますあのあなたさんもやっぱりすごい情熱的な方で本当に結構後の方から自分で独立して商売始めた方なんで本当にその熱量ってすごいな と思います。家庭もあって、お子さんもいらっしゃって、お父さんということもやってるのに、それでも頑張って挑戦してるっていうところが本当にすごいなと思ってます。うん、お供いたします。ありがとう。翼さん、ありがとうございます。<laughs> <laughs> えー、でかいことをやるための軍団だと思います。あ、あそうでかいことやりたいね。うん。1人ではできないそうですね。どんな支援が必要ですか？もう全然あのー、ね。 まあ美穂さんはね業界同じ業界なわけじゃないんで本当にたまに youtube 見てくれたりあのコメントしてくれるだけでももうそれだけでも全然嬉しい、うんうん、全然ね本当にそんなもんでいいんですよねまああのー、僕がよくやっているラジオトークですけどもラジオトークでもギフトとかもらわないですよね僕欲しいとかくれとか言わないですよねそれは本当にちょっとでいいんですよ気持ちねギフト投げてくれたらもちろん嬉しいですけどもそれよりもねたまに youtube 見てくれればいいんですよ広告めんどくさいの 飛ばさないで30秒だけ見てください <laughs> 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 ただわずかながら俺に入ってくるんで <laughs> それをあの貝のために使えたりするんではい、そんなんでいいんですよ協力なんて、えー、人の意欲というのは力は集まることで、えー、強靭な力に <laughs> うんそうだね <laughs> <ー>人生一度きりですやりたいことをやりましょう <laughs> ありがとうアナゴさん、うん、必要です俺は花屋業界の大谷目指します <laughs> いいねいいですね <laughs> いい, <laughs> いいですね。いいです太田さんは今所属はあるんでしょうか、えー、フリーなら、えー、会を立ち上げたらんパワーありそうですね。うんとね、一応ね、所属はしてます。はいうん、うん、そうですね。そうですね。なんで、はい、皆さん、本当にどうかご意見たくさん入れていただければ助かります。本当に後から見た方も、ぜひ、うん、あの良くも悪くも。 あの考えを業界ない業界外関係なくはいそういう会があった方がいいかどうかね本当に僕はただのお人よしのただの綺麗事を言ってる人間ですよただ本気ですはい。うん <laughs> うん ん水,水鉢や剣山を販売して広めるとかくらいしかできませんが頑張りあ,ありがとう、ありがとうございます。ちょっとでも花,屋に花に興味持ってくれる人が増えてくれればいいかなと思います。うん。そうですね。ただ、そろそろ時間も。あバイクさんだあ。バイクさん、こんばんは。お久しぶりです。<laughs> はは <laughs> バイクさん来てくれた。お久しぶりです。<laughs> めっちゃ久しぶり。あのね、僕がライブたまに、あのー、<え>やったときに。 バイクさん来てくれるんですよ。<ー> <laughs> で、なんか僕がその住んでるところらへん通ったことあるとかっていう話を結構して。所はい、あ、バイクさん、あの花屋を引退するかをどうしようかなっていうのを、まあ正直今考えてて、はい、それをちょっとみんなに相談してました。で、いろいろご意見いただいて、まあ。 うんね、もうちょっとじっくり考えてから、まあ、先どうするかっていうのを考えたいなと思って、まあ、平たく簡単に説明すると僕が結成したポッシブル可能性の会という花屋の集まりなんですけども、まあ、そこの会長を、えー、引退するっていうことと、まあ、その会から脱会するっていうことでそもそも僕が札幌からこっちに出てきた理由はその会を、まあ、盛り上げるためというか。 ね広げるために出てきたのでまあそれをやめるということはここにいる意味がないというか今やってることがあまりあのー、メリットがなくなくってしまうんですよでそのためにあのー、まあ次の会にねあのー、新しい執行部の考え方が僕とはほぼ真逆のことをやるのでまあそれに賛同できないからまあ会の方もやめるんですけどもまあそういうね今まで僕が「助け合いの会、ね」ね 作ってきたんですけども、まあそういう会がもし必要だという方があのたくさんいらっしゃれば、やってほしいという方がいらっしゃれば、まあ新しい会を結成しようかなと、うん、まあ、今ちょっと悩んでるとこですね。うん、会社立ち上げますか。そうだね。それも考えるけどね。で僕はね、あの社長になりたいわけでも金をね、あの人より稼ぎたいとかっていう気持ちもあんまりない人間で、そういう欲はないんですよ。 なんで会社がいいかっていうのはちょっといまいち自分ではもちろん最低限生活するためにはお金は必要ですけどねうんそこまで綺れい事は言わないですけどねうん、うん、実体験上実際に声を上げる一番手に、えー、なれないけど声を上げた人がいるなら賛同したいっていう、えー、同業者や関係者は必ずいますし、えー、手伝ってくれる方も、えー、必ず出てくるものなので。 可能性があるのならば、えー、やってみるのもいいと思います。やらないと改善も後悔もできないですからうん、その通りだね。おい。う,ん、うん。できる限り協力はさせていただこうとはもっと、うん、ありがとうみのみのさん、そして、うん、バリちゃんもめっちゃ協力してありがとう。<laughs> 嬉しいね。うん、嬉しいですねあ。ちょっとそうですね。うん。 あちゃんも協力できることがあれば協力してありがとうこまちゃん、えー、組織はスクラップビルドで、えー、あビルドです太田さん動きやすいようにやるのは賛成ですあーありがとうあの父さんありがとうそうだねなんかいつの間にかそのまあ言ってみればみんなにいい顔しようと思った自分が悪かったのかなっていうのも思ってます僕は僕でしっかり個人の意見というものがあって 何のために会をやったか何のために会を続けたいかっていうのも自分の中では意思はしっかりあったんですけどもまあ中には会の中にはやっぱりそれが理解できない人もいるのを分かってたんですよね、うん、だからそれを訴えたところで分からない人には届かないんでだからあえてそれを言わなかったんですよ僕ははいだからもし次会をやることになったらまあ僕はもう自分の言いたいことやりたいことっていうのはもう表に あの出していこう発言していこうかなとは思ってますけどね、うん、まあ結果としてそっちの方が本当に盛り上がるかもしれないですよねまあね、まあ、ただ、うん、やっぱりこう会のメンバーにも僕が勤めたことがないぐらい大きな花屋さんもあったりしてそれは会のメンバーになってるわけじゃないですかうん、うん、でそこで結果を出している経営者の人たちの意見というのをないがしろにもできないなと思ってあもちろんもちろん、うん、それはそうですけど、ねうん、そうですね うーんい立ち上げるならプレイヤーでも、えー、講師でもぜひぜひおー谷さんありがとう私も36で違う職種に変えましたのでいいと思いますああそうなんだ、ね、バイクさんはあ私は子どもたちの集まれる場所や一人親が、えー、頼れる、えー、場所ももろもろ必要だなって思った結果まずやってみるの勢いで団体を3つ。 えー、かっこ勤め場所としては35か所持つことになってるから勢いでやっちゃいましょう。ああ、ルナさんね、あそう子供食堂とかルナさんやってるからね。えー、うーん。あ、田中さんは花屋やられてるのですかそう、花屋です。はい、花屋です。はい、あのー、名優ですね、もう。僕と田中盟友、ね、<laughs> そうですね。うんはい,いやあこれ、これ、これですよね。あっ、そう,そうそうそう、そういう仕事 めちゃくちゃうまいのよ。田中さんは本当にえありがとうございます。本当に田中さんの祭壇、最初に見た時にあ、もう俺作んなくていいなと思ったもん。いや、いや、いやいや。全部任せれる <laughs> 技術的に任せれる人ここにいたと思ったもんね。<laughs> 正直ね。<laughs> いや作ってくださいよ。よ。<laughs> いや作るのはね。好きだから作りたいけどね。うん<ー>。 あの軍団は仲間入りも、えー、審査制です、えー。今後新しい組織を形成するのであれば同じベクトルに向かっている投資を集めてはとあどうでしょうかあ確かにねそれはあるかも<え>、うん、誰でも彼でもっていうわけじゃないよってことかそうだねだからね、あのーまあ、次やるときは分けるのは分けるかな、まあ、次会をやるとしても無料でやりますけどね会費かからない無料でやるつもりなんですけども まあ、執行部と一般の会員とはやっぱり分けたいかなと思うしさらにねそのなんとなくというかコミュニケーションの場として使いたいというだけの方々の,あのコミュニティも作ろうかなとは思いますけどねいろいろあのご意見いただければ参考にさせていただきますありがとうございまっ <laughs> 草刈さんありがとう来てくれて太田さんのサムネみたいは出て,てきます <laughs> ありがとうございます。ご無沙汰しております。ね、久しぶりだよね、田中さんね。<laughs> まあ、一緒にね、やったもんね。そう,そ,うそうです、そうです、そうです。Zoom でね。はい、うん。はい、そしたら、時間も時間ですので、はい今日はこの辺にしたいと思います。で、改めて、えー、また、ねうんあの、オッサンズマムのメンバーとも相談して、今後のことは決めていきたいかなと思いますので、はい。 もしご意見あれば本当に遠慮なくあの批判的なご意見でも構いませんすべうん、うん、て受け入れるつもりであの配信してますんでどうぞ皆さんよろしくお願いいたします最後田中さんなんか皆さんに言うことってありますいやー僕は太田さんについていくのでですね <laughs> はいそこの決意表明だけはしとこうかなと <laughs> ありがとうございます <laughs> 心強いわ本当に <laughs> <laughs> あとなんかお近くで会いたいっていう人もし、うん、もし言えばそうねあの、うん、本当とに、まあ、この間オフ会の時も一応声かけたんですけど来たいなみたいな雰囲気の方はいらっしゃったんですけど、まあ、実際ね、はい、あの会うまでは至らなかったんですけど僕たち本当にこんな感じでフランクなんであ,あそうです今仙台におりますんで、うん、もしよかったらお声かけいただけたらそうね 気軽にあのインスタグラムとかツイッターとか <laughs> あの YouTube のコメントでもいいんですけどどこからでもあの全然拾いますんで、うん、声かけていただければ、うん、そうですねそうですねいや皆さん本当に今日はありがとうございました僕のた多分皆さんあんま、ね、ラジオトークと違ってつまんなかったと思いますけど <laughs> 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 僕の熱い思いを伝えるだけの配信っていうね、はい、そういう配信になってしまいましたけども。 皆さん本当最後までご,ご視聴ありがとうございましたありがとうございましたたくさんのねコメントご意見本当に参考にさせていただきます後でゆっくり見させていただきますのではい本当に感謝していますありがとうございますありがとうございますこれからの方針についてはまたちょっとしばらくしてからあの考えて発表させていただきたいと思いますので <laughs> はいそちらも含めてどうぞよろしくお願いいたします フランク長いとかフランク三浦じゃないのよあなたさんいつも通りだけどね <laughs> そういうのね <laughs> ありがとうございますはいそれでは皆さん本当に今日はありがとうございましたこれで終わりたいと思いますいま田中さんも今日はありがとうございますありがとうございます、はい、それでは皆さんまたねありがとうまたね Okay.